番大きな理由としては自分の行きたい研究室っていうのがあったっていうのが一番大きな理由です。まあ、自分が高校生の時にこの滋賀県立大学の先生と一度お話しできる機会があって、で、その時に自分がもともとその人工知能 AI っていうのにとても興味があって、で、まあ、人工知能に興味があるといってもどういうものなのかっていうのがはっきり分からへんっていう現状の時に、その来てくれた先生が言ったのが、まあ、人工知能っていうのは一般的に見たらなんか人の職業を奪うだとかっていうのがなんかメインに語られがちっていうか、なんか人の敵みたいな感じでよく話されやすいんですけど、まあ実際はそうじゃなくて、まあ人の助けとか支えになることとかをやるのが、まあそれこそ AI の元々の目的なんだよっていうのを喋ってあって、あ、面白いなっていうのが思ったんで、それで県立大学に行こうかなっていうのが一番の大きな理由です。実験っていうところが大きいと思います。手を動かすっていうのもそうなんですけど、まあ、その後の実験やるだけじゃなくて、その後の報告書、実験レポートっていうのがあるんですけど、そこで、まあ、どういう原理でその実験結果が得られたとか、まあ、例えばその実際に理論値っていうのがあって、まあ、ただ、まあ、実験を行ってみたら、まあ、計測された値はその理論値とはちょっと違う値っていうのが出てきて、じゃあその誤差って何なんだろうとかっていうのを考察してみたりっていうのをやったりするのが、まあ難しいところであったり、まあ自分の成長であるところだと思います。ちょっとでも文章が間違っていたり、まあその構成とかがしっかりしてなかったりとかしたら、もう何回でも先生のやり直しを食らったりするので、まあ、それをまあしっかり直していくことによって自分の文章の書き方とか多角的な目線で考察が書けるようになったりしたりできたところが自分の成長できた部分だと思います。短回生になってきたら、それこそもより専門的な、電子システム工学科っていうのは、まあ、電気電子情報っていう分野に分かれてるんですけど、その中でより専門的な知識、まあ、例えばで言えば、まあ、電子の分野で言ったら、それこそ今の時代で言うと、これから 5G であったり、あと次世代自動車って言ったりする中っていうのは、電子部品っていうのが絶対必要となってくる時代になってくるんです。で、例えばその中で電子部品の中でも半導体が必要であったり、これからイノベーションが必ず起こってくるんだろうっていう分野の専門的な知識を学べるっていうのはとても面白いんだろうな、興味深いなっていう風に感じてます。滋賀県立大学っていうのはすごく意識が高い人が多いなっていうのが自分の率直な感想です。今の、学び授業だけでなくて、自分がやりたいこと、自分が成長したいことに向けて、取り組んでいたりする部分があるんで、自分もそんな周りの人らっていう意識高い人らを見て、自分もなんか行動を起こさなきゃいけないなっていう、そういうような気概が身についたんじゃないかなと思います。